ここですね。これが私の初めての任務。孤児院から会長のもとに引き取られて16年。ようやく全ての恩を返す時がやってきた。必ず成功させなければ。聞こえるか、マリア。その会社に大規模な違法薬物の取引を行っている疑惑がある。お前が今から潜入し、その証拠をつかみ、場合によってはその場で首謀者を制圧せよ。すでに裏のルートを使ってお前を新しい秘書として採用してもらえるよう手はずは整えてある。なお、このミッションは私が無線で指示を出す。すべて私の指示通り行動せよ。了解しました。一つ注意しておくが、密偵だと悟られないように私の指示があるまでは特殊部隊としての力は行使することなく、あくまでもか弱い女性として振る舞うのだ。私の指示があるまで絶対だぞ。分かったな。会長が直々に指揮を取るなんて、よほど重要な任務なのだろう。絶対に失敗は許されない。はじめまして。あなたが加賀美マリアさんですね。私は社長第一。はじめまして、加賀美マリアと申します。話は聞いてましたが、とても美しい方ですね。教養、社交術、そして私はこの会社に採用されることになった。株式会社 M メディカル、健康食品の輸入と販売を主な業務とし、薬物関係の取引も多い。違法薬物を多量に扱うとしたらもってこいの会社だ。私は秘書室付きとなり、社内のファイルを調査した。ただし、まだ社長とは接触できない。 M メディカル社長熊木、一体どんなやつなんだ。何これ。くそ、これじゃ暗号化されててデータが重すぎる。会長、不審なデータが見つかりました。そうか、よくやった。はい、ただ暗号化されていてこちらでは解読検討がつきません。本部での解読をお願いします。わかった。結果が分かり次第次の指令を出そう。
すいません。誰かいらっしゃいますか？これから清掃を始めたいんですけど。誰かいらっしゃいますか？すいません、あと10分だけ使わせてもらっていいですか？ちょっとストッキングが伝染しちゃって。あ、いらっしゃいませ。すいません。あ、すいません。あと10分です。はい、わかりました。すいません。いい女だね。すみれさん、この用務員ぐらいだったら本気を出しても。会長、会長、聞こえますか？どうした？随分連絡が遅かったが、何かあったのか？いえ、あの会社はやはり違法な麻薬を開発していました。しかもそれを大量に生産してどこかに売りさばくつもりです。そうか、やはりあいつらは世界安定を阻むもの。お前の送ってくれたデータの解析が済んだ。M メディカルが作った麻薬を秘密裏に売りさばくつもりだ。港湾 D 地区にある倉庫がその取引場所らしい。そこには社長の熊木も顔を出すだろう。一気に制圧するんだ。はい、会長の仰せのままに。期待してるぞ。これが私たちの開発新種麻薬。1億安いもんでしょう。あなた方の開発は何倍になるか。だがその前に一匹ネズミを退治しなくてはなりませんね。なのか、うまく動けない。体がしびれる。
うまくさ、先行だ。目が見えない、体も思ったように動かない、薬の副作用、何もできない。これはあの麻薬だ。純度 100% の溶液。今までは。